衝撃的な出来事として、ロシアとカザフスタンの間でエスカレートしている危機が新たな複雑なレベルに達し、数十万人のロシア市民が避難を余儀なくされ、国境で立ち往生している。この事態はウクライナ領土の占領を受けたロシアに対する国際的制裁という、すでに猛威を振るっている火に油を注ぐことになった。カザフスタンからの前例のないロシア人の強制送還は、国境沿いに混乱と絶望の光景をもたらし、果てしなく続くように見える行列は何キロにも及んでいる。かつてはつながりの象徴であったこの風景は、今や両国間の深まる溝を体現する悪夢へと変貌している。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、制裁の強化に対する不満と怒りを自国民の大量追放によってさらに増幅させている。カザフスタンの指導者によるこの予期せぬ動きは、プーチンを驚かせ、この地域で起きている複雑な力学を浮き彫りにした。ロシアがウクライナでの行動によって国際的な圧力にさらされている中、カザフスタンの危機はカザフスタンをさらに孤立させ、さまざまな問題に巻き込まれている。カザフスタンから数十万人のロシア人が国外追放されたことは、現在進行中のウクライナとロシアの紛争が広範囲に及んでいることを浮き彫りにしている。家族は引き裂かれ、夢は打ち砕かれ、数えきれないほどの個人の人生が根底から覆された。子供や高齢者、家族全員を含む多くの一般市民である移民たちの話は、紛争と移住がもたらす人的被害をまざまざと描き出している。家や生計を断念せざるを得ない家族の悲痛な証言の中には、回復力と希望の糸もある。移住者たちは新たな出発という困難なプロセスを歩みながらも、祖国への憧れとより良い未来への願望を抱いている。かつてはエネルギー同盟協定で結ばれていたロシアとカザフスタンの関係が悪化し、緊張が限界点まで高まっている。カザフスタンがウクライナを財政的に支援することを決定し、その後ロシア市民を国外追放したことが、外交関係の急速な崩壊を引き起こした。その結果、権力闘争は両国を不安定な状況に追い込み、さらなる不安定化を招く可能性がある。カザフスタンの動きは、当初は中立的な立場を維持するための努力と見られていたが、この地域における広範な地政学的再編を浮き彫りにした。カザフスタンに圧力をかけようとするロシアは、威嚇と経済的措置の両方を通じて、カザフスタンのヌルスルタン・ナザルバエフ大統領の毅然とした対応を促した。ロシア人の強制送還は思い切った措置ではあるが、カザフスタンが自国の独立を主張し、国益を守るためにどこまでやるかということを反映している。危機が深まる中、国境を開放し国民の帰還を促そうとするロシアの試みは、様々な結果に終わっている。何千人もの人々がロシア軍への徴兵やウクライナ紛争への参加を恐れて逃れている。ロシアへの再入国を試みる絶望的な人々の姿は国際的な注目を集め、現在進行中の闘争の人的コストをさらに浮き彫りにしている。緊張が高まり、両国が国境を固める中、さらなる紛争の可能性が不気味に迫っている。カザフスタンが国境沿いに軍隊を配備し、指導者たちが国際社会からの支援を求めようとしていることも相まって、この地域の将来は厳しい様相を呈している。このような地域情勢が展開される一方で、ロシアとウクライナのエネルギー紛争というより大きな舞台でも別のドラマが展開されている。ロシアによるウクライナのエネルギー供給遮断の決定は、両国の対立をさらに深めることになる。ロシア非常事態省はその影響に対処し、プーチン大統領の怒りはますますあらわになる。ロシア・ウクライナ戦争におけるウクライナ兵の最近の進撃は大きな転機をもたらした。多くの人が戦争の火種と見ているこの紛争は、ウクライナとロシアの両戦線における脆弱性を露呈させた。激しい戦闘の中、民間人への被害が最小限に抑えられた事例が目立っているが、ウクライナでの最近のクーデターはロシアを不安の淵に投げ込んでいる。プーチンの人気凋落説が勢いを増している。ロシアが無数の難題に直面する中、国民の支持は衰え、ウクライナの大胆な動きがさらにプーチンの支持率を低下させる。問題を軽視しようとするロシアは懐疑的な目で見られ、戦略的なノバラシスク港での壊滅的な爆発事故は事態をさらに悪化させた。事態を認めようとしないクレムリンと、それに続く市民の抗議は迅速な対応を迫るが、
サンクトペテルブルクで起きた爆発事故は、世界に事件の本質を疑わせる。この混乱の最中、ウクライナの報道危機はさらに複雑な様相を呈している。信頼できる報道の欠如とウクライナの戦場での回復力が相まって、プーチンはウクライナに対する取り組みを強化する。ウクライナのエネルギーインフラを狙ったミサイル攻撃が相次ぎ、ロシアの戦争犯罪への関与がクローズアップされる中、非難と反論が飛び交う。紛争が深まるにつれ、ウクライナは極めて重要な局面を迎える。米国と欧州連合、EU からの新たな支援を受けて、ウクライナ軍は急速な変貌を遂げ、パワーバランスが変化している。反撃の可能性は大きく、戦争の転換点となる可能性を示している。世界の同盟国からの支援により、ウクライナの軍事的復活はロシアの追放につながり、プーチンの支配継続に不確実性をもたらす可能性がある。この急速に進化する情勢の中で、世界はウクライナが新たな優位性を手にするのを見守っている。ウクライナ軍の選択は、紛争の軌道を変え、プーチンの支配の終わりを告げる可能性がある。制裁と禁輸措置によってロシアの主要な兵器生産施設が閉鎖されたことで、パワーバランスはウクライナに有利にシフトしているように見える。エマニュエル・マクロン仏大統領の厳しい警告と行動はロシアをさらに孤立させ、プーチン政権が直面する課題をさらに複雑にしている。ロシアによるウクライナ領土の継続的な併合に対し、ウクライナは迅速かつ協調的な取り組みとして同盟国のネットワークを再び活性化させた。ウクライナを支援する国々は、ロシアの潜在的な侵略に直面しているウクライナを支援するために連帯と準備体制を表明した。特に米国は積極的な役割を果たし、ウクライナ軍の再編成と強化を促進するために西側諸国に連絡した。報道によれば、ロシアはベラルーシとの国境沿いの軍事的プレゼンスをエスカレートさせる壮大な計画を開始した。この動きには重要な軍隊、戦車、大砲、高度な軍事機器の移転が含まれる。米国を含む各国の諜報機関はこれらの動きを注意深く監視しており、ウクライナに対する大規模な攻撃の可能性に対する懸念を高めている。こうした憂慮すべき事態を受けて、ウクライナは防衛力強化のための断固たる措置を講じた。ウクライナ軍はベラルーシとの国境沿いに対空システムや防御障壁を含む要塞陣地の建設を開始した。この脆弱な国境地帯に友軍を配備するというゼレンスキー大統領の決定は、潜在的なロシアの侵攻を撃退するというウクライナの決意を反映したものだ。国際社会はウクライナが窮地に陥っている時、一丸となって支援した。米国とその同盟国はフランスとドイツからの新型戦車を含む軍事援助パッケージを通じて支援を拡大してきた。フランスのエマニュエル・マクロン大統領が最新鋭の電動戦車を送る決定を下したことは、ロシアの侵略に対する国際的なコンセンサスの高まりを示すものだ。フランスがロシアの軍事生産用マイクロチップの供給停止を決定したことは、紛争に衝撃を与えた。この禁輸措置はロシアの軍事作戦を維持する能力を脅かし、ウクライナ領土の占領に終止符を打たせる可能性がある。フランスのこの動きは、地政学的ダイナミクスに影響を与える経済的圧力の役割を強調している。圧力が高まる中、ロシアは歴史的な同盟国である中国に支援を求めている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と中国の習近平国家主席との緊急会談が予定されており、マイクロチップの供給と国際制裁についての話し合いが中心になるだろう。かつては中立的だった中国の姿勢は、米国と国連からの外交的圧力によって変化している。ザポリチア地方での戦車戦闘で優位を主張するウクライナ軍の優勢は明白となり、ロシア軍でさえ後退を余儀なくされた。ウクライナ軍は拡大した情報網を活用し、ロシア軍の戦車貯蔵施設の位置を突き止め、無敵の T-90 戦車神話を打ち砕いた。ウクライナ軍の毅然とした対応は、T-90 をめぐるロシアのプロパガンダを打ち砕き、紛争の力学を再構築するプロセスを開始した転換点となった。綿密な計画と戦略的配備によって、ウクライナ軍は大成功を収めた。この地域にハイマースが導入されたことで、ロシア軍との潜在的な遭遇戦において有利な結果を確実にするための備えが一層強化された。ウクライナの戦車部隊はこの地域に押し寄せ、
ロシア軍を圧倒し、火力の優位性を計算づくで活用した。敵の動きを予測し、戦術的な弱点をつくウクライナ軍の能力は、その成熟した専門知識を示すものだった。重要な展開として、ウクライナのレオパルド2戦車がその優れた装甲と火力を発揮し、ロシアの T-90 に対抗した。T-90 がレオパルド2の分厚い防御を突破できなかったことで、ロシアのプロパガンダの空虚さが露呈した。度重なる攻撃でウクライナ軍の士気を落とそうとしたロシアの試みは失敗に終わり、レオパルド2は無傷のままだったため、ウクライナ軍の信頼はさらに高まった。豊富な T-90 戦車がもたらす課題を認識したウクライナ軍の戦略的柔軟性が光った。ウラン砲身を装備したエイブラムス戦車の導入は、破壊的な爆発を引き起こし、ロシア軍兵士を動揺させ、大幅な領土拡大を可能にした。この予想外の動きは、ウクライナの決断力と適応力を際立たせ、ロシア軍を油断させた。新たなアドバンテージを得たウクライナ軍は、補給路を断ち切ってロシア軍を追い詰め、必要な攻勢を展開した。戦車の方向から白い旗が出る光景は、ウクライナ軍の勝利を意味していた。安全地帯に向かって迅速に前進したウクライナ軍は、残っていた T-90 戦車を確保し、ロシアのウクライナに対する援助の程度を露呈させた。推定420億ドルに上る欧米の支援に後押しされたウクライナ軍の台頭は、ウクライナを影響力のある地位に押し上げた。ウクライナ軍が強力な地域プレイヤーへと変貌を遂げるにつれ、パワーダイナミクスの変化が明らかになる。ロシアによるウクライナ侵攻の試みは、当初は戦略的な領土を確保するものだったが、最終的にはロシア軍を油断させるウクライナの弾力的な防衛につながった。こうした行動の結果、ロシア軍の士気は著しく低下し、勝利はますますつかみどころのないものとなった。